京急観光バス株式会社は、かつて存在した京急グループのバス事業者。本社を神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目16番24号に置いていた京浜急行バスの子会社であった。1958年2月21日、日本観光工業として設立。1959年8月21日、京浜急行電鉄の関連会社となる。 元は、貸切バス専業のバス事業者であった。2005年12月1日、京浜急行バスから一部の高速バス路線の移管を受け、高速バスの運行を開始した。2008年3月16日、京急観光バスは、乗り合いバス、貸切バス事業を廃業。担当していた高速バスは、京浜急行バス、または、羽田京急バスへ移管、もしくは撤退した。 同社は、京浜急行電鉄の連結市会社だったが、当時は、京浜急行電鉄から、バス事業撤退の件について、公式の報道発表はなく、平成20年3月期決算単身でも、触れられなかった。京急観光バスの会社生産に伴い、乗務員や車両の一部は、京浜急行バスや京急グループの東洋観光へ移管された。2014年観光の、 バスジャパンハンドブックシリーズ S84、京浜急行バスでは、会社自体は引き続き存続しており、不動産賃貸業を営んでいるとされているが、2021年6月現在、京浜急行電鉄公式サイトの不動産事業グループ企業一覧には掲載されていない。営業所は神奈川県と東京都に各1カ所ずつあり、横浜営業所は貸し切りバス。 東京営業所は貸切バスと高速バスをそれぞれ担当していた。バス事業撤退時点の担当路線を記す。予約業務は京浜急行バスが担当。移管先の京浜急行バス、羽田営業所は2012年11月末をもって閉所となり、京浜急行バスの担当便は新小安営業所の運行となった。また羽田京急バス、東京営業所は、 2018年4月1日をもって、京浜急行電鉄に統合され、再興した京浜急行バス、羽田営業所に引き継がれた。キャメル号ラメール号ラメール号ラフォーレ号ラ、フォーレ号パイレーツ号エディ号エディ号ハギエクスプレス、横浜仙台線ベイブリッジ号スカイターン号、竜王、甲府羽田空港線京急観光バスの車両は、日本観光工業時代からの車両。 京浜急行電鉄からの遺跡車、京急グループの川崎鶴見臨港バスからの遺跡車で構成されていた。前車が三菱不走製の大型車であった。東京営業所の車両は前車が京浜急行電鉄からの遺跡車で占められていた。カラーリングは京浜急行電鉄の貸切色をそのまま生かし、車体の京急ロゴを京急グループに京浜急行の文字を 京急観光バスに置き換えて使用した。安ンの京浜急行の文字は京急に置き換えていた。東京営業所に所属する京浜急行バスから移管された高速バス車両には営業所記号、KK が付与された。高速カラーの車両は社名の文字を書いただけでそのまま使用された。2008年の会社生産時に 一部の車両は同じ京急グループの東洋観光へ移籍した。ありがとうございます。